新発田市の月岡温泉街では地元の活性策として空き店舗をリニューアルし新しい店を誕生させています。今年も今大人気のあの洋菓子の専門店がオープンします。コーヒーとカヌレのセットでございます。月岡温泉に新たにオープンするのはおしゃれな香りが広がるお店です。月岡温泉で明日から営業を始めるのは新潟ローストプレミアムカヌレイル。イタリアンのシェフが作るカヌレと店内で豆をひいて入れるオリジナルブレンドのコーヒーを楽しめます。ドライフルーツのバナナが乗ったチョコバナナに黒豆を抹茶クリームが囲う抹茶など12種類のカヌレが宝石のように並んでいます。カヌレとコーヒーいただきます。もっちり、いいお湯におしゃれなスイーツ、素敵な午後になりそうです。温泉街のにぎわいを取り戻そうと月岡温泉では空き店舗などを活用して次々と専門店がオープン。地酒や米菓などテーマごとに新潟の一品が揃っていて今回の店が9店舗目です。新たな店の誕生が温泉への集客につながることを期待しています。若い女性が喜びそうな可愛らしいお菓子をと思っていまして街歩きをしながらカヌレをいただいてあとコーヒーと一緒にそんなイメージで静かな街に少しでもにぎわい取り戻せればなと考えています。明日オープンするこの店火曜と木曜を除く午前9時半から夕方6時まで営業しています。